あのお姉様、あの殿方は？かなで、私も知らないやつよ。まさか、新手の刺客。どうします？どうするも何も、この島に来ていいのは依頼者だけ。始末するわよ。俺の名前はアルト、ソプラノ財閥の御曹司だ。高校が夏休みになり、別荘に遊びに行こうとしていたのだが、さあ、悪天候で火事が効かない。仕方なく俺は近くの島に上陸した。ここはどこだ？こんなところに島があるなんて聞いたことがないな。くせ者覚悟！なんだ？俺はあっけなくこの島に潜む女忍者たちに捕まってしまった。それにしても、なかなかハンサムじゃない？ラムお姉様、この人、大丈夫かしら？おい、俺は見せ物じゃないぞ！彼女たちの話によると、この島は代々暗殺をなりわいとする女忍者の住処だそうだ。本来なら侵入者は始末するのが掟だけど、あなたハンサムだし、私たちの繁殖相手になってもらうわ。繁殖相手？まあ種馬的な。この島も少子化に悩まされてて、夫婦になる男がいないのよ。あ、ハーレム、憧れる。って、いや、断る！ものすごい憧れるが、俺は一人の人間だ！そんな扱いはごめんだね！あら、そう。だったら死んでもらうしかないわね。わかった！ただし、条件がある。俺と勝負してほしい。あら、訓練を積んだ私たちに勝てるとでも？ああ、勝ってやるさ。万が一俺が負けたら好きにすればいい。面白い。その勝負、乗ったわ。こうして俺は彼女たちと自分の命運をかけて戦うことになった。俺はボロい納屋に監禁された。その夜、俺の布団に誰かが侵入してきた。誰だ？それは、確かあの女忍者の。かなでと申します。アルト様。勝負は明日だぞ！何をしにここへ！アルト様に、この身を捧げろと、ラムお姉様が。私はまだ、殿方との経験がございませんから。とにかく、興味はあるけど、こういうことは、俺に勝ってからにしてほしい。私ではご不満ですか？やはりラムお姉様のように胸のふくよかな。そういう問題じゃない。でも普通の人間であるアルト様が忍びの私たちに勝てるとは。特にラムお姉様は私たち女忍者を取りまとめる方、一筋縄ではいきませんよ。わかってる。そこも含めて対策済みさ。アルト様。不安げに俺を見る奏に、俺は笑いかけていた。正直勝てるかどうかは五分五分だ。だが今はやるしかない。翌日、俺は納屋から出され、女忍者たちに取り囲まれていた。ふふ、奏の誘惑に耐えたそうね。あの子を退けるなんて、姉として許せないわ。妹にあんなことさせるなんて、姉として最低だの間違いだろう。ごたくはいい。行くわよ、みんな。はい、ラム様。ラムの合図とともに、女忍者たちが俺に襲いかかってきた。アルト様、覚悟。うわあ、カトンの術。くそ、もう忍者アニメかよ。アルト様、覚悟。しまった。私のカトンがおとりだと気づかなかったようね。さて、おとなしく私たちの種馬になってもらいましょうか。そうはいかないな。何あれ、ぬいぐるみ？ヒヤブーラプニー。しまった。卑怯よ。プニの火星によりなんとか助かった俺は、この子たちどうするかな。この子たちをどうしたらいいのか頭を悩ませていた。
俺は考えた末に彼女たちを自分の屋敷の地下牢に閉じ込めることにした。ちょっと、ここから出しなさいよ。お姉様、鉄格子に近づいちゃダメ。牢屋から出ちゃダメだぷに。ぷに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 。いや、ちょっとやめて。くすぐったい。この地下牢は24時間参考体制でプニたちが常に見張っている。仮に脱出できたとしても最新鋭の防犯テクノロジーと無数のプニたちに君らは勝てるのかな。最新鋭のテクノロジーはわかるけど、このぬいぐるみもどきは関係ない気がする。プニを甘く見ない方がいいぞ。君たちを吹き矢で眠らせたのもドローンに乗ったプニの一匹だ。かわいい外見とは裏腹に、プニたちは最近の科学技術にも精通してるし、視覚としても一流の手だれだ。そんな奴らに島でずっと閉じこもってる君たちが勝てるのかな。何が言いたいのよ。君たちのやり方は古いと言っているんだ。今のままではいずれ同じ失敗を経験するだろう。そんな、君たちは島に送り返す。でも次に会った時には容赦しないからな。え、ちょっと待ってよ。もうちょっとしたら出してあげるぷに。お姉さま、私たちどうなるの。大丈夫、島には返してくれるそうよ。完全に私たちの負けね。いやー、ありがとうございます、アルト様。いや、俺はたまたまあの島に遭難しただけなので。その頃、俺は彼女たちを迎えに来た忍びの同僚夫婦になぜか俺を言われていた。いやー、今時資格なんて仕事あるわけないじゃん。それで食べていくためにあの島を忍者ランドに改装しようとしたら、あの子たち反対しちゃってさ。でもアルトさんが僕たちのやり方はもう適用しないって教えてくれたから、あの子たちも忍者ランドの建設に賛同してくれると思います。本当にありがとサンクス。なんだこの軽いノリ。女忍者たちがこの人たちの計画に反対するのもわかる気がするな。言葉通り、女忍者たちの島は忍者ランドが建設された。俺はその忍者ランドに招待されたのだが、正直もう行きたくないんだよな。あんな思いはゴリゴリだよ。いらっしゃいませ、忍者ランドに。アルト様。ああ、君たちの棟梁に招待されてね。そうでしたか、その節はお世話になりました。うわ、奏の笑顔相変わらず可愛い。ちょっと、あんたたち何やってるのよ。お姉様、お前なんか機嫌悪いな。そんなことないわよ。負けませんよ、ラムお姉様。別にこいつのことなんて何とも思ってないから。じゃあ私がアルト様を案内します。いいですよね。それとこれとは話が別。ちょ、二人とも引っ張らないでくれ。これは先が思いやられそうだ。でも俺は楽しそうな彼女を見て笑顔を浮かべていた。この先も彼女たちが幸せに暮らせることを願っている。ラムよ。かなでです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。今日は楽しんでいただけましたか。忍者ランドに行ってみたいって思ったあなた、高評価ボタンで教えてちょうだい。もしかしたら迎えに行くかもしれないわ。コメントに書いてもらってもとっても嬉しいです。あなたが女忍者に捕まったらどうするか、それも聞いてみたいわね。よろしくお願いしますね。あ、それからソプラノ漫画は100万人登録を目指しています。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。ベルマークの通知もオンにして動画を見逃さないでね。それでは次の動画でまた会いましょう。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制
作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。